はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、サイコエンドパニッシャーをドヤ顔で活躍させるデッキを組んできました。このモンスターめちゃくちゃかっこよくて、しかも強い、非常に強い汎用11シンクロモンスターなので、今回はこいつでスポットライトを当てて使っていくんですけども、このモンスターどういうことを持ってるかというと、中ラプラス中内外のモンスター1体以上で作れる11の汎用シンクロモンスターで、自分のライフポイントが相手のライフ以下の場合、シンクロ召喚したこのカードは相手が発動した効果を受けないという、あまりにも強い耐性を持っています。はい、もう何も受けません。発動効果であればね、まあ永続効果とか受けちゃうんですけど、で一旦に一度1000ライフを払って、自分のフィールドのモンスター1体と相手フィールドのモンスターカード1枚を対象に取って、そのカードを除外するよっていう一応除去効果を持っていて、でこれ自分が相手のバトルフェーズ2開始時にこのカードの攻撃力がお互いのライフの差の数値分アップする、まあどっちが上でもどっちが下でもいいんだけど、差があればとにかくその数値の差分アップすると。でこいつが一番の効果でライフポイント減ってれば強いんで、基本的には減らす必要があるんですね。だから今回はこのモンスターを出すにあたって、展開の途中、または、まあ、展開が終わった後にライフを減らすカード、これいっぱい出てきました。はい、まずね、展開する方法はですね、セアミン1枚プラスコストからいけるんで、まあ、パンクギミックを使って、セアミンからフォクシーチューン持ってきて、フォクシーチューンでディアノート出して8シンクロジャムで、ジャムディアロの効果で、蘇生してきたセアミンと一緒に、11シンクロっていう動きですね。はい、でちなみにこの展開の途中でジャムドラゴン使うんで、ジャムドラゴンでデッキから再結束レベル3モンスター持ってこれるんで、ウサギもサーチできるっていう感じなんですけども、この動き、していくだけだと、まあ、言うてライフ払うのが、600と、ここ600で、あとは特に払わないので、まあ、1200くらいしか減らないんですよ。ということで、まあ、それだけだと弱いと、まあ、まずやっぱライフを減らせるカードですね。神戦まずは、はい、それから、覇王竜の魂、それから、ダイノルフィアフレンジこういったライフを自称するカードをたくさん入れまして、ライフをひたすらに減らし、サイコエンドパニッシャーの打点を鬼にしていくという、これです今日やっていきたいのは。はい、早速ね、このサイコエンドパニッシャーのパワーを見せていきましょう。デュエルスタンバイ。お、いいね、フィールド揃ってんじゃん、お互いに。これ同じフィールド使ってるとなんか綺麗なんだよね。とりあえずノーパン、セアミンを召喚、効果発動。セアミンの効果によりフォクシーチューン持ってきて、フォクシーチューンの効果、俺ディアノート2枚入れてたよね。ディアノートちょっと一旦持ってくるべきではある。俺入れてなかったら終わる。オッケーオッケーオッケー、危ねえ危ねえ危ねえ。でノーパン、ディアノート、そしてディアノートにレベル3のセアミンをチューニング、シンクロ召喚、パックジャン、ドラゴンドライブ。何回も同じ話してるんですけど、このドラゴンドライブっていう漫画めっちゃ好きでね、すげえ読んでた記憶があるんですけど、もうなんか実家この間行った時探したくなかったわ。なんかどこ行ったんだろう俺の ドラゴンドライブ。ドラゴンドライブっていう漫画知ってるみんな知らんやつ多そう。ノーパン、セアミンを特殊感。ちなみにね、このね、ドラゴンドライブくんね、めっちゃ強くてね、これね、ウサギ持ってこれんすよ。サーチできるんですよ、これ持ってきたウサギ、これまあ覇王竜の魂で出てきたザークの効果にチェンして打つと、ザークをペンデラムスキルに置くことできるんで、相手のなんかエクシーズモンスターとかシンクロモンスターとか融合モンスターの効果完全無力化できるんですよね。これめっちゃ強くて、はい、それでこのギミックを採用しております。サイコエンドパニッシャー。そしてまあおよそ最強ハンドですね、これは。およそ最強ハンディング、ターン終了。まあ、理想っていうことはですね、ほぼこれ相当ライフ減らせます。これつまり無敵のサイコエンドパニッシャーが爆弾すると。これちょっと選べるんですけどね、まあ、ウサギを残しておくか、まあ、ちょっと今回は覇王竜の魂でなんかやばいモンスターをいっぱい出す方の動きしていこうかなと思いますね。はい、なんで、まあ、ちょっと一旦ここで、ザーク効果発動するよって言って、で、まあ、ここでウサギチェーンしてなんか破壊するよっていうとペンデラムスケに置けるんで、ザークが、そうするとザークのペンデラムスケールの効果めっちゃ強いん。あー、うざちょうざい回答持ってまーす。ウサギ発射、相手が
表側で発動したモンスターの効果を無効にし破壊する、あ、無効にしないけど破壊する、破壊するため一応大丈夫。アルバスはあの盤面のアルバスがいないと融合召喚できませんからね。さあそしてダイノルフィアフレンジーの効果により、これは一旦こっちか、まあライフそっちの方が減らせるな、なんかありえない量のライフ減らせるからこっちだな。ステルスベギアだっけ、ステルスベギアと女で、女を出していく、まあ、こいつは一応殴られる可能性あるから、まあ一応ね2300なんでね、はい。そしてメインフェイス、ダイノルフィアケントレギュラーの効果を発動、ウォーライフを半分支払うことによりダーニー、あ、まあでも言うて、魔法カードを使ったんでトラップ捨てられなければいけんじゃないのこれ、魂の効果850しかないけど俺ライフ850しかないけど、まあ言ってサイコエントパニッシャーは効果起きないんで大丈夫でしょ、はい。で、ハオーリの魂の効果を発動、ハオーリの魂の効果によりハオーをゲームから除外し視点を滑る竜を特殊召喚できる、あらあらろ、金的あるけどこれどっちにしても1枚だから1枚しか無効にされない、じゃあ縦でいいな、これこれ効果無効になったところで、これあれやな、横、一応横でいいか、これ一応横でよかったけど、まあいいや、どっちかは出る、クリスタルクリアウィングが生き残るか、またはレクスタームが出るかどっちかなんで、さすがに850になったらもうレクスターム強いでしょ、あー、オッケーオッケーオッケー、全然いいよ、それはそっちはいいわ、クリスタルウィングもクリスタルクリアウィングも一応趣味でよかった気がするけど、まあいいや。さあこの圧倒的盤面、水使いいいだろう、一応打点上げるのまだいいや。魔法カードの効果はクリスタルクリアウィングの効果を使うと無力化することができるぜ、エンドだぞ、あ、あ、アルバスの効果使ってるか、相手じゃ打てねえんだ、あれゴミかな。では分からせていきますか、サイコエンドパニッシャーの最強打点を850まで削った後のサイコエンドパニッシャー君の打点見てください。ガチでやばいんで。バトル！うわー！パワーアップ！プルル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 ウサギをねサーチしてこれるとかいうねのがねめっちゃ強い、このハオリの魂との相性がもう抜群でしかない、これ思いついた時は神だと思った俺は。ブラックマジシャンもなんかツイッター見てたらなんかダイヤ1達成しましたみたいな人いたんですよ。いやブラックマジシャンでもなんかダイヤ1 いけるのすごいなと思って、いや相当強くなってますよね、だからいやそれはダイヤ1いけるデッキはそれはレジェンドアンソロジーでは爆発するわ。レジアン、そういえばさ、なんかリミット消えたんすよ。レジェンドアンソロジーっていう、まあ、紙イベントあったじゃないですか。なんか、あれのレジェンドの、なんか、設定がゲーム内から消えていまして、謎に。いや、エクシーズフェスとかね、リンクフェスとかのね、ルール残してる暇あるんだったらね、レジェンドアンソロジーとかテーマクロニクルの、レジェンドというか、まあ、リミットレギュレーション残した方がいいと思うよ、俺。いやマジでエクシーズベースバルのリミットレギュレーション使って遊んでる人見たことないけど、レジェンドアンソロジーのリミット使って遊んでる人はもう無限に見たことあるから、いや本当に、あ、コナミ君ちょっと残すレギュレーション間違えてるから、ちょっとアンケートにも書いたんだけどね俺、あ、ガチでね、いや本当にやめた方がいい、そのなんか意味不明なレギュレーションの残して、その紙イベントのレギュレーション消すのはやめた方がいいます。個人的にはレジェンドアンソロジーとテーマクロニクルは残しておいた方がいいんじゃないかなと思っておりますが、あれ、リミット確認するのめっちゃめんどくさいしね。そして、エクシーズフェスとかはもうなんか結構分かりやすいっちゃ分かりやすいけど、飛翔する G ぐらいか、分かりにくいのは、分かりやすいか、あれは。レジェンドアンソロジー禁止カードめちゃくちゃ多いからな。やば！お前強すぎるだろ、それ！ふざけんな！
おふざけんな、強すぎるだろそれ。でも墓があるからこれ相手の妨害完全無力か成功する可能性あるな。あれブラックマジシャンが盤面にいないと全部っぱできないし、ブラックバーニングマジックはあの元々のカード名がね、竜騎士ブラックマジシャンはダメなんですよ。ブラックバーニングマジックの 対象というか範囲にはならなくて、で、A の魂も一応手札にブラックマジシャンなければ墓穴って言ってあげれば多分黙るんで、神戦とかなければいけんじゃないこれ。あスキドレとか、まあ、スキドレあるかどうか怪しいけど、まあ、ちょっとジョールリパンク、マダムスパイダー召喚して効果発動する、マダスパ効果、まあ、トラップカードを持ってくるという効果。これはあのフォクシチュー引いてる時にね、マダムスパイダーをあの緊急テレポートとか普通に素引きしたやつを出して、トラップ持ってくると1妨害追加できるんで、一応1枚だけ入ってます。はい、でフォクシチューの効果、こいつを捨てて、で手札からぶん投げること、あっと手札を一番ぶん投げることによって、はい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 、で A の魂効果、効果適用で、ブラッチ墓地から手札墓地からブラックマーシャンを特殊召喚するという効果に対し、墓穴を確定させていくことによると、手札にブラックマーシャンがなければ、もうブラックマーシャンを出せないため相手の妨害は全部消え去る。全部消え去る予定です。よし、出る出てこない、よし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 、でかい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 、フラトリはいるな。これ抹殺とかもいらんか、抹殺するカードねえだ多分これ、抹殺するカードないと見た。でディアノ特殊召喚で、ディアノにレベル3チューニングかな、ジャムドラゴンですね、ドラゴンドライブ、ドラゴンドライブ、おお、先行クーラーを新規の召喚、そしてドラゴンドライブの効果と、ディアノートの効果を発動、自分の墓地からパンクモンスター相対を特殊召喚できる。これさ、たださ、盤面にカード残りすぎ問題が発生してるからさ、これ流した方がいいぜだろうね、これね。どうせワンキルはちょっと取れなそうなので、まあ、特殊召喚サイコエンドしてもいいけど微妙なんだよな、サイコエンドしたところで感あるから、これさこうじゃねえかな、ディアノート効果、セアミン見せながらどっちかを特殊召喚するという効果で、レベル32体でオーバー、あ、ちょ、サーチ、サーチ、サーチして入れる、サーチ入れる、フォクシーチュー持ってくる、次の後続も確保。で、レベル32体でオーバーレイ。エクシーズ召喚。現れろ。あまりの。ちょ、もうちょっとこれレベル32体で出せるランク3か。ランク3のモンスターでもうちょい強いやついたら教えてください。ちょ、俺一応ゼンマインにしてんだけど、ゼンマインでやる必要はあんまないから、ちょっとこれなんかもうちょっと強いやついる？バトルフェイズ、まあ、一応破壊耐性あるんでね、あの殴って破壊耐性使ってからアーゼウスになるっていう一応動きで入れてるんですけど、まあ、これは4層いきますね。はい、で、ゼンマイマジシャン爆誕させ、さらにネガロギア行く、行け、うおーガンダム爆誕、全部流す、消えろうわー、お掃除だ、おらーぷーぽぽ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 ぽ、そしてブラックマジシャンは効果を受けないが、 A の魂の効果を受けるため普通に死ぬ、よし神、全部流した。でセットセット、これでターンエンディングストーリーか、ほらな。で一応、トラップトリックで覇王の魂除外して打っといた方がいいね。これ魔法カード使ってくるデッキなんで、魔法カードを使わなかったら結構きついでしょ。ちょっとガブ使えんくなるけど、もういいや。ですね、ここで覇王類の魂をゲームから除外。魔法カードを使ってくるんで、あまりフレンジというか、ダイナルフィア、レクサも意味ないんで、まあ、ここはザークを出しておくという説ある。そして、ザークを特殊召喚。でこの効果発動に対しチェーンでウサギを打つと、一応ザークを、ペンデラム付けに置くことができます。まあ、その動き結構かなり強いんでね、やるときもありますけどね、先行で。
はい、はい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 、サルベーション打つしかないと。で魂打ってザークを除外すると変身する。現れろ、うん、クリスタルクリアウィング新規のドラゴン。これはさすがに魔法を止めた方がいい。うわー、さらにスターブエノムフュージョンドラゴン。あ、ちなみに一応ですね、エクサラキが出てくるモンスター、四天王なんか竜系のモンスターだったら何でもいいんですけど、ブレイブアイズとかでもいいんですけど、ブレイブアイズはちょっとウサギの効果無効になっちゃうんで、あれ微妙で、まあ、あとはもう枠がなくて入れてないです。あ、それはどうぞ、まあ、一応効果使っとくか。クリスタルクリアウィング進化ドラゴンの効果によって、相手が発動したモンスターの効果に遅延して、あ、そいつの打点アップして効果をなくする、モンスターの。そうですね、はいはい、あ、もうきついでしょうね。じゃあソウルズ1枚からあの敵動けないと思うので、はいはい、でソウルズ効果使ってブラックマジシャンかガールを送って特殊召喚するような効果を使うが意味、あ、今あまり関係がない。まあゼウスもいるし、クリスタルクリアウィングもいるし、ウサギもいるんで、まあでもほぼほぼ無理でしょう。でブラックマジシャン出てくる。うざ。あー、そっか、蘇ってくるのか。あ、だる。いや、まあもう何も見えてねえから向こうへ。ちょ、サルベーション黙ってくれる。これもうすでにね、表側で置かれてるカードの方が向こうだけど強すぎるよねこれね。あ、スタブ殴んない、殴んないんだ。スタブ別に融合召喚してないから普通に殴れるけどね。まあちょっと竜騎士ブラックマーシャンマジで面倒くさいから、ちょっと一回も流すわ。全部流しマンガンして、はい、で全部なくなりました。全てのリソースを削っていく。まあ俺もリソース全部入ったけど。でですね、俺いますよね確か、まだセアミン、俺デッキの中確か全部使ってないはずだから、これでディアノートは2枚使ってんのか。で、セアミン持ってくるでしょ。で、セアミン召喚で効果発動、そしてセアミンの効果により手札にオーガナンバー加えていく。で、ノーパンク、フォクシーチューン効果、いや、まだこれ残ってるよね、パンク。大丈夫ですよ。こっから、あの最強モンスター、私は出していきますからね、皆さん。お待ちかね。皆さんお待ちかね。雪うさぎはもういらない。そして、自分の墓地から、あ、じゃあ自分のデッキから、セアミン出して、そして、セアミンを墓地送って、手札からオーガナンバー出して、レベル8のオーガナンバーに、レベル3の、あ、ちょ、これいらない、レベル8のオーガナンバーにレベル3のセアミンをチューニング。終焉の時は今、その罪を正し最後にして最高の罰を与えよ。新規の召喚現れよ、最後エンドパニッシャー、攻撃表示だ、バトルフェイス。うわうわ、対戦ありがとうございました。あまりにかっこいいこのモンスター、最高エンドパンチは最高にかっこいいわ。私が先行、高校渡してきてる時点でだいぶやばいデッキな気がするけどな、これ。緊急テレポート発動、通る、増獣もないと、うん、なるほど。まあ増獣打たれたら普通にテレジャー召喚してフレンジセットしてエンドなんですけど、はい、まあ一応手札交換させるだけみたいな感じになるんで、このハンドだとね、まあちょっと今何もなしそうなんで一応普通に展開しますよ。え、これさすがにハンド強えぞ俺で。棒立ちテレジアだけちょっと若干あれだけど、残念ながら棒立ちテレジアにはなっちゃうが、ディアノートにセアミンをチューニングしていく。シンクロ召喚パークジャンプドラゴンドライブ、そしてドラゴンドライブの効果を発動。さらに、ディアロートの効果によって、ノープワン、セアミンを特殊召喚。これはいい。で、ディアノートからのセアミン。そして、ドラゴンドライブ効果で、ウサギ持ってくる。これちょっと、ザーク、ペンデラムスキャンに置くパターンが、なんかその、怪獣とかありそうなんですよね。なんかその自分から高校を取ってきてるデッキだから、
なんかそういう系のデッキなんじゃないかなと思うんだけど、であればもうなんか融合シンクロエクシーズリンク、まあ、ヌメロンとかだとしても、なんかもうペンデラムスキルに置くザークの方がめっちゃ強いんですよ、まあ、とりあえず一旦最強サイコエンドパニッシャー爆弾させて、でカード1枚セットセット、いやさすがにこれ強いけどな、めちゃくちゃ強いぞ手札、無理だろ。さあ相手のドローフェイズ、ドローフェイズで打つのは 相手の参戦の際ケアですね。メインフェーズ中に効果を使わなければいいの でザーク特殊して、そしてザークの効果発動にチェンシウサギを爆破、うわーザークうるさいから黙ろっかさあザークの破壊された場合の効果が発動するぜ。こいつを破壊されるとペンデラムスケアに置くことができる。このモンスターがペンデラムスケアに存在する限り相手は融合シンクロエクシーズモンスター効果発動できない、強すぎさすがに強い。無の煉獄希少いカード使ってんな。ダイナルフィアフレンジーの効果を発動するぜ。フレンジーの効果ちょっとさすがに、でもこれテレジア棒立ちマジやばいな、テレジア棒立ちガチやばいが、さすがにネクスタームって出すしかないから、これもう半分にするとガチやばいこと起きるかもしれないから、テリジアと、ステルスベギア除外、あ、墓食って、レックスターム。これで相手は1700以上のモンスターの効果発動できないし、融合シンクロエクシーズモンスターの、効果発動できないっていう、ガチ地獄場面です、これ、はい。そして、何の効果も受けない最後のパニッシャー、さすがに強い。で、ハオリュウザーク効果、相手がサーチしたカード破壊。あ、ドローしたカード破壊。それも強いですよね、ザーク。うん。儀式の準備、ブラックマシャンデッキかなこれ。なんでここ取った、はい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 、どうぞどうぞどうぞ。いや無理だろ。でも、まあ、一応あれか、ジンとかの効果で、あの普通に除外されるパターンあるんだそれ。あのジンの効果使ってきたら、神の宣告だわ完全に。でソウルズ手札に加えてイルジオブカオス戻す、いいよ。もう宣告が控えてる時点でもう大体勝てる。でソウルズ効果わかんねえけど、どうぞ。まあ、特殊化さんいいわ。はい、どうぞ。で、トゥーワールド神戦じゃね、わかんない。トゥーンデッキってことこれ。え、なんかやばいこれ。これ、釣られた、え、トゥーンデッキってことこれ。トゥーンデッキだったらやばいね、普通に。まあ、確かブラックマジシャンって書いてある気がするな、なんかいろいろモンスターに。トゥーンブラックマジシャンとかいるよな。トゥーンブラックマジシャンガールとか。あのデッキ。やばい、スタンバイフェイズはやばいちょっと待って、ちょっと待って